高野川区間上小竹川に合流する支流の井の川、田栗川との合流地点小竹川は、千葉県八千代市、桜市を流れる利根川水系の一級河川。八千代市内は高野川と呼ばれる。桜市生誕の井の付近に源を発し、八千代市に入ると市境を北流する。源流は住宅地であるが、上中流域は上。 高野工業団地と京都も階団地の間に谷を形成し電磁を流れる。再び、桜市に入ると井の川を合わせ、田栗川に合流する。正式には、市境から井の川合流地点までは、上尾岳川という名称であり、小竹川はそこより、下流の720メートルのみである。小竹川区間が一級河川、上尾岳川区間、一部の高野川区間が、 巡洋河川に指定されている。桜市井野にある川の水源は、江戸時代に桜城の城主大久保家が守れた田友が、参勤交代の際に立ち寄って愛飲したことから、加賀清水、または、井野清水と呼ばれている。付近にある、成田街道には、林屋という茶屋があり、その後この清水を旅人に振る舞い繁盛した。現在も水が湧き続けており、桜市の名所の一つである。 周囲は湧水公園になっており八重桜や筒子等が見られ、園内には五福島神社がある。祭事や伝統行事が催されることもあり、地元民に親しまれている。周囲の宅地化が進むと雨水が地下に染み込まなくなり、1990年代には湧水が枯れる様子が顕著に見られるようになってきた。そのため、 千葉県や桜市が周辺家庭に雨水浸透マスの設置を呼びかけ、また、歩道の透水性舗装化を推進するなどの試みを行っている。その結果現在では枯渇日数も減少している。一水対策として1979年9月1日に八千大市、桜市が共同で高の川を呼び、小竹川対策協議会を設置した。上、 高野二号線より上流部の高野川上流部排水路や調整地の整備を現在も行っている。下流部では江小竹川が巡洋河川指定を受けた1980年度より毎秒23立方メートルの流量に対応する河川改修を進めてきたが小竹川は流下能力に余裕がなく豪雨による水害が頻繁に発生している。 拡幅工事のため1994年度より8000台地域で用地買収が始まるが、整備は下流部より進める方針のため市街化の進む上流部、特に桜市の野地区では、整備待ちの間大雨で被害を受けてきた。ユーカリが丘周辺の開発がこれに拍車をかけており、1999年10月21日には、 井の地区の住民が早期改修要望書を提出した。下流部に調整地を新設する要望も出されている。背景として八仙台市内では、地権者交渉の難航等で事業の進捗が遅い、ことも問題になっており、1995年度に高野川の一部が巡洋河川に指定されるまで、河川改修の見通しが立たなかった。一時の措置として、市境付近にある、 王の調整地の活用や、流入先分散、原流部のボックスカルバート付設といった対策も行われた。2000年度には取得用地で暫定的な拡幅工事が始まり、2002年度に用地取得終了、2006年度に完了した。また、高野川上流部排水路の八千代市内における整備は2003年に計画が出され、2004年10月に着工。 当初八千代市内は2008年度までの計画だったが、2012年度完了の予定で続けられている。桜市内も同年度に完了予定だったが、土地所有者との交渉の都合で延滞している。八吉第四次総合計画第四章、桜市議会会議録平成15年9月定例会、桜市議会会議録平成18年9月定例会。 桜市議会会議録平成20年9月定例会、桜市議会会議録平成12年3月定例会、八千代市議会会議録平成24年9月決算、審査特別委員会。ありがとうございます。